さあ、こんばんは、ティーンである脈動、テキンテです。今日の東京都なんですが、非常に残念としか言いません。ボーグと巻きが消せ、感染したい人、大沢と誰はどうですかこの太巻きボルィが、何度も何度も緊急事態宣言以前から言ってます。今、まさに、オーバーシュートの局面を大幅に超えております。クラスターの効果、感染経路、不明者が多すぎる。医療はすでに開発状態でございます。はい。考えられない、ふざけんなよとしか言いたいです。1万人もずっと超えて、早く元動員したいと困ります。 やはり、若いからといって重症化するんです。若いからといって安心してるわけではございません。何度も言ってます。はい。危険だからです。はい。命を守る行動が第一ということでございます。何度も言います。はい。明日3連休ですが、外出する方が多いですが、何度も言います。はい。緩んでる方というか何だろう。自粛にもう飽きたっていう方は多いですが、そこは皆さんグッと来られて協力しましょう。そこで新型コロナション支して、 シンデレラを朗読します。王子様は美しい娘のことが忘れられません。どうにかしてこのガラスの靴を頼りに探し出したいと思って、この小さなガラスの靴にぴったり合う足を持った上少女と結婚するというお触れを出しました。家来たちはガラスの靴を持って、これはと思う娘たちのところへ行って履かせてみましたがみんな会いませんでした。とうシンデレラの家にも家来たちがやってきました。 姉娘たちに履かせてみましたが、やっぱりダメでした。シンデレアはそのかかわらずの靴が自分のものだと知っているので、私合わないかしらと言いました。すると姉娘たちは吹き出して、なんてズうずう仕事を言うんだろう、とあざけりました。<laughs> けれども、家来たちはシンデレラが美しいのを見て、ぜひ食べさせたいと思いました。どうぞ履いてみてください。そこでシンデレラはその靴を、足を入れました。するとどうでしょう、まるで、ローで、 肩を取った靴みたいにぴったりとありました。いや、いや、いや、あなたでしたか。家来たちは驚いてしまいました。姉娘たちも驚いて顔色を変えました。シンデレラは屋根裏の戸棚からもう一つガースの靴を取り出してきて、もう片方の足に履きました。これで疑う余地はありません。そこへいつの間にか魔法使いのおばあさんが来ました。そしてシンデーラの体にちょっと杖を当てると、ボロ服はたちまち美しいドレスに変わりました。 姉娘たちは思わずその前に、ひで封してしまいました。したいかがやかな何でも言います外出はしないでください県をまたぐ移動もおやめください街頭インタビューもおやめくださいエッセンシャルワーク以外はもう二度と東京には来ないでください !Stay!Home! バイバイ